皆さんこんにちは。こんにちは。三遊テニスアカデミーの伊藤です。篠田です。前回あの 4-4 で終わってしまった試合を、はい、今日決着つけたいと思います。いいですね。まあ今日はあの余裕で伊藤コーチケチョンケチョンに、叩きのめしてやりたいと思います。えいや、ね、君との 4-4 の試合の後に、はい、あれからもう寝ずに夜中走り込んでトレーニングして娘と一緒にテニスの動画を見て、もうパパ買ってくるからと意気込んできましたので、今日その成果を皆様に見せたいと思ってますので、ぜひとも、まあ、僕の応援をよろしくお願いします。まあそんなの関係ないですけどね。まあでも今日 あのルール説明なんですけど、はい、前回 4-4 で終わりましたので、その続きから、やっていきたいと思います。はい、でもし仮にですけどもファイナル行きましたら、10ポイントタイブレイク仮、やっていきます。まあでも、はい、ファイナル行かないですけどね。まあなんかちょっともうすでに勝利宣言みたいになってますけど、でも、まあ、この皆さんが見ていただく動画がもう証拠になりますので、はい、そうですね、ぜひとも決着つけて、でもまた皆さんに熱い試合を届けられたと思ってるので、はい、ぜひとも皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。
タンド。
出よう。あ、入ってる。
試合の結果報告です。今回の、僕と伊藤コーチのシングルスの結果はファーストセット6-4、セカンドセット7-5で、僕の勝利になりました。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。いやでも今回前回結構いいラリーとかあったんですけど、ちょっと今回結構お互いにちょっとミス多かったですよね。まあやっぱり実際の試合の時もそうなんですけど、やっぱり長丁場になってくると、やっぱり配球の仕方とか体力の配分とか、まあ本当に正直見てもらえば分かるんですけど、途中から僕のバテバテ感やっぱあんなちょっとね、走ったぐらいじゃダメだったので、ここからもう 2,3 キロ多く走って、ちょっとこれ再戦しなきゃいけないかなと。そうですね。まあこれはまだまだ練習試合としてそうですね、ちょっとこれまだまだ僕もなんか最初の方結構ミス多くて、どうしようかどうしようかと。でもう僕なんかもう途中からですね、しっかりもう続けるってことに意識を向けて、でかなり、長いラリーにはなったんですけど、やっぱそこで少しずつフォアの感覚だったりとか、やっぱこれがリアルじゃないかなと思います。やっぱりこう常に打ち合うって難しいですよね。そうですね。やっぱり実際に篠田君はやっぱりつなげるのが上手い選手なので、まあ、僕の作戦としてはやっぱりその彼がつなげるのが上手い分、そして体力あるっていうこともよく知ってるので、早く決めなきゃなと。やっぱりこれ体力の差になっていくと、どうしてもここで分が悪いので、早く決めなきゃがちょっと硬くなりすぎましたし、そこでちょっとじゃあペースを落としてやったら少しミスが出てくれたのでやったんですけども、やっぱりそういうところも早く修正をしてくるので、やっぱそういうところがやっぱ試合のうまいところかなと。いやありがとうございます。やっぱ試合の中でね、修正するっていうことが選手たちのすごく難しいところでもありますし、本当に試合の中でこう自分をギアを上げていくって作業が一番大事ですからね。まあ、試合の中で体力上げるってことはできなかったまあでも今回試合を通じてですね、何か皆さんにね、なんか伝わっていただけたらいいかなと思いますね。まだこれからもいろんな対戦カードだったりとか、まあラリー動画だとか、いろんなものを皆さんにお届けできたらなと思ってるので、まあ、ちょっと今度は僕の勝利をお届けしなきゃいけないなと。僕はもうぜひぜひお待ちしておりますまあ今日はちょっと甘んじて受け入れます OK です。でも本当に皆さんご視聴の方ありがとうございました。また今後もいろいろ企画していきますので、今後もぜひよろしくお願いいたします。お願いします。